さんこんにちは、タップダンサーの穴田秀明です。今回の質問はですね、私はミュージカルをやりたくてダンスを練習しています。タップダンスもやっておいた方がいいのでしょうか。はい、やってください。穴田秀明の気ままにタップダンス。ミュージカルっていうぐらいですから、もちろん歌っていうことは別として、ダンスという意味ではバレエとかね、ジャズ、タップダンス、もう当然必要です。で、今はね、僕はですね、実は東方ミュージカルの方で、ミュージカル出てました。その時にですね、42nd Street とか王様と私とかですね、ラマンチャの男とかっていうミュージカルに立たせていただいたんですけど、まず僕がそのアンサンブルで、ダンサーとして出させていただく、ジャズとかバレエの、最低限のスキルを持ってやらせていただきましたけど、タップやらせたらどうだっていう感じで、やっぱ僕の中でもタップって武器として持ったんですね。それが一番やっぱりね、こうどうだってなったのがやっぱり 42nd Street。 もうこれはもうタップダンスのミュージカル、日本に初めて来ました。もう初演の時出たんですけど、そのタップダンスのミュージカルって言った時に、もちろん、ね、他のタップだけじゃないですからね、他の踊りもやりつつ、タップやったらどうだっていう風にできたのがもう本当に嬉しかったし、そこで認めてもらえたり、そのやっぱりいいポジションですよね。やっぱタップダンスできるから、じゃあここにっていう時で、僕は本当にタップやっててよかったなとすごく思って、42nd みたいなね、ミュージカル今後来るかわからないですけど、やっぱりミュージカルやるっていうんだったら、やっぱタップダンスやっててほしいですし、タップがメインのミュージカルじゃなくても、今ねすごく日本でもタップダンスが入ってくる要素が増えてきてます。なのでさっき僕が言ったように、最低限自分の踊りとしては、もうミュージカルの例えばアンサンブルにね受かるようなスキルを持ちつつ、タップダンスやったらどうだみたいな感じで、やっぱ武器になるかなと思ってますので、ぜひタップダンスはやってほしいと思いますし、今言ってこのミュージカル、今現在で言うんですかね、日本のミュージカルっていうことでは、もうタップの基本的なものをねしっかりやっとけば、それである程度のねスキルとしては足ります。だからこれからねタップダンサー目指して、すごいなんかタップの時間作んなきゃいけないのかなっていうほど必要はないので、逆に本当に例えばもう週1回とかでもいいので、しっかりとタップスタジオとかね通っていただいて、タップの基礎ね、結局全くやったことないっていう人が多いんですよ。ミュージカルでジャズバレエやったけど、タップは全くやったことないなんてことですかみたいなことですよね。アメリカではジャズ、タップ、バレエは一緒に始めてますからね。だからやっぱり一緒に始めないと、自分の頭の中の脳でもジャズとかバレエで例えばね足をこう伸ばして、綺麗に美しく伸ばしてっていうのに、タップの場合ははい曲げてっていうような感じで、ちょっとね基本が違うところがあるんですよ。だからそこの回路をキュッと変えるように、ぜひねジャズ、バレエだけじゃなくて、やっぱり当然ミュージカルやるという意味では、つかめてタップダンスの基礎を学べれば大丈夫です。それで耐えれるので、もう週1回、もうその他の週6回はもうジャズとかバレエとか歌に使ってもらったら構わない、週1回でもいいから、ぜひねタップのレッスンをして、ミュージカル俳優としてのスキルを高めてもらいたいなと僕は思います。なのでもうこれ見た瞬間、もうすぐに、タップスタジオに行って、もうぜひ基礎を学んでもらえたらなと思います。本日のご質問ありがとうございました。タップダンス関連のご質問お待ちしています。ありがとうございました。